計画停電で首都圏の市民生活に大きな影響が出ています。埼玉県上尾市の小学校です。今朝7時ごろから電気が止められました。薄暗い教室の中で授業が行われました。ちょっと見にくいんですけど、まあ普段の生活に支障はありません。他の県の人がまだちょっと大変なので、ちょっとでも手伝いができればなと思って。学校は薄暗い中での授業となりました。真っ暗なの大変だけど、でもやっぱりその災害がすごいのがかわいそうだから、ちょっとでも手伝いができればなと思います。